あいや惜しかったな、弁当弁当つながり熱かったけどね。クロメイトアホ面にアホスキンお似合いだぜネロ。あこれ現行犯藤宮君やってた。どこ？俺がコックピットから出てきて米の前でバチンって切った、はい、じゃあなんで僕がリポートしてるんでしょうねマジで俺が通り過ぎて帰ってリポートを押そうと思ったらもう先越されたパターンやね。まあそこはじゃあおまふじの釣りで確定をしてるね。鬼木の情報あって鬼木って貨物って死んでると思うんですよね。じゃあ貨物で絶対大丈夫。僕と鬼木が貨物で湧いて一緒に給油あった後鬼木は多分ラウンジとかの方に行ってるし停電直してるかもしれないです。ラウンジの方行ってる読みだったらもうアルトスは絶対無理だな。伊豆さんが俺死ぬほど黒い場所にいます。伊豆さんガン出してたらワンチャンぐらい俺めちゃくちゃ怪しいです。はいどこにいるの結局最終メインさんとサールマットはいてサイスクシャワー履いて右下のベントタスクその後上のカンカンタスクをやって最後メインシャワーのど真ん中ぐらい勝ちタスクのちょっと上ぐらいで終了だから全然動けます。高脇昇降機右ですアーカイブ脇です。お、もったいしやそった。伊豆高じゃ右は。名屋さん情報欲しいなら伊豆高で。まあ、一応名屋さん持ってぐらいか。名屋さんってラウンジからアーカイブに入ったんですか、名屋さんは。あ、違う違う、俺はね、鬼木と給油で別れた後、俺は金庫タスクをやりに行ってる。なるほど。で、鬼木が上か。そう、左側に行ってるから、給油から。だから停電直しに行ってるから、ラウンジとかの方だと思うんだよね。下に行ってるような動きではなかった。一応ね、サントスさんのその懸念は多分下に行ってたら僕が切れると思う。そう。僕はね、メイン脇でエレキに行って勝ち合って、最後バイタルの前まで行って終わりです。そう、だからバイタルを見に向かってたらだけども、普通だったら停電向かうかなと思っちゃうから、まあ薄めではある、アルマさんは優先順位的に。あれ、これって死体のレポートですね。レポートじゃない。停電中ですよね。ローラーできるから、おまふじローラーできる。高垣さん、昇降機右で何してたんですか？停電直しに行きました。アーカイブで本タスクやってて、途中で停電になったんで、昇降機右に直しに向かってたってことね。まあ、藤宮、おまふじだったら、藤宮だな。マジ？藤宮だよ。レポートしてるから俺結構おまふじさんっぽいからと。同じく。いや、マジか。いや、藤宮だよ。これ。ストーリー的には。初手のレポートってなんてことだ。こらいやこらじゃないのよ。ほんまに藤宮君がやっとったから見た。頼むでこれ次のターン。こらじゃないのよ。あえて自投票して点数もらうのよありだったな。高垣伊豆名や。おいー。まあ藤宮までは僕は一応釣っときます。いいかなとは思うけど。まああとあれ右詰めましょう。でももう右もほぼ詰め切った感が。源と達って話だけだっけ？ごめん。宿舎脇源さんは多分宿舎のダウンロードやってたから停電になった瞬間ぐらい。あじゃあメアさんがだっけ？メアさんが見てるから。メアさんってんだっけ？取れてない。白です。そう白でしょ。メイヤさんで言ってることがほんまやったときに昇降機右で高垣さんが塞いでるから宿舎からの侵入もできない。シンプルに一番近いのは、伊豆高垣。メイヤさんも左にあったし。メイヤさんがなんかマットじゃないほど祈りたい。メイヤさんがマットだとしても多分原問もできない事実は変わんない気がします。だってこの藤おまで一陣が削れるわけだから。メイヤさんがマットだった場合は。僕が容疑者増えるくらいじゃない？マット否定要素としては俺今回宿舎分けで停電直しに速攻縫うのって右。ああそうね。停電直すために。終わります。俺が直してないけど結局。終わる。え終わんの？終わんねえ、終わんねえだろ。終わらない。終わらんやろ。何とそれ。ドニキがいる。終わるとしたらお前ら下手くそすぎるだろ。終わります。終わったよ。終わったらおもろかったけど。おまおじさん大胆ですね。あのね、遅れてひょこっと出てこない。やったー、もうやったと思ったら2人目来たもん。同じような色で。見えちゃったな。史上最速でガン詰まったんじゃないこれ。早いな。ナイボ。どうします？まあこれで一応忘れて。あ、わかりました。町進行にするか。一応私はどっちでも大丈夫ですけども。誰ができるんでしたっけ？ん？タスクがちゃん無理だと思う。あ、じゃあ。1メーターかぐらいしかもう。うん。1メーターかでメイヤさんがマットだったら僕が入るくらいです。じゃあ俺マットなんであるままで入ります。さっきの発言どこ行ったんですか？サントさん。メイン脇でサントさん一番無理ですね。伊豆さんがシャワーのベント周り塞いでるんだったら僕がエレキに降りていて、サントさん暗室に入っていったんで、サントさん、ゲンさん、トータスさんはもう白ですね。うん。まあこの3人が振り切ったら終わりそうな気がするけどな、どっちかには黒いて。高橋君による気がする。高橋さんに入れました。あ、俺に入れたの？うん。まあ、すごい急に。伊豆さんに入れてよ。あ、俺伊豆さんに入れてよ。じゃあ僕は誰に入れようかな。じゃあ僕メイヤさんに入れようかな。ふざけろ。はい、本当に入ってんじゃねえ。終わる？ほな終わるな。終わるんだな。終わる。これは終わんなよ。マットかーい。はいな。やばい。早い。やばい。早い。しょべった。流れるよ。アルマタスク。やってねえ。まだ分かってないのかよ。ダウンロード。しかもバイタルもダウンロードやったからな、もう。悠長にやってたら絶対終わんないよ。殺されちゃう。おにきどこまで行けました？普通にアーカイブとか行けてる？あ、僕、貨物の配線かな。あ、そうだよね。配線で切った。あ、そうだよ。これ、宇治宮さんに聞きたいことあって。次の運動配信いつ？運動配信もう待ってるから俺。なんで待ってる？めっちゃ好きあれ。自分がやりなさいよ。いや、人の運動する姿好きなのよ。ほんまに。しかも動ける方やん。しかも藤宮さんどっちか運動してたから。いや、まあ昔はやってたけどね。今はそうでもない。え、今太ったさすがに。いや、太ってはない全然マジで。太ってはないか。いいな。あんま食べなさそうやね。そうそう。楽しみにしとるわ。視聴者一同お待ちしておりますので。はい。リツイートしてたやつあったんや、サンドさんのなんか空耳のやつ。ああ、はい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 。あれ聞こえへん。いや、聞こえたけど。聞こえるやろ？せやろ？普段あんなの見てんの、伊豆さん。いや、違う、やめろ。変なイメージつけやろ。あれは偶然流れてきたやつが。女性がエクササイズしてる動画を。おいやめろ。言い方、語弊がありすぎるやろ。ここでサンドさん来んの気まずいってマジで。噂の。マジで気まずい。噂した。いや、空耳のやつ見て。エクササイズサントス。そうで、藤宮に、伊豆さんはああいう女性がエクササイズしてる動画よく見てるんですけど、語弊しかないこと言われて。まんまや。ひどいな、ほんま。怖っ。やめて燃えるから。女性が太ももを上げてる動画ですか？女性が太ももを上げてる動画。おい、取り締まって、この子、本当に。視聴者の皆さん、お願いします、本当に。高脇さんって、女性が激しくエクササイズしてる動画って好きですか？好きだよな。そりゃ好きだよな。はい、そりゃそうでしょ。何をそうよな。ほら、やっぱそうよな。恥ずかしがることないんですよ、いいですか。やめろ、俺が大好きみたいな。伊豆さんも好きですよね。あれ見ながらご飯食べてるんですよ、いつも。いや、俺とんだ性格だってな、俺。